こちらの装置はですね、ゼブラキュービックというシリーズで、3次元計測をして検査をする装置になります。主に、基板の反り、高さを計上して、反りの検査をします。でどういった形でやっているかといいますと、上から見ているカメラに対して、斜めからですね、パターンを投影しまして、パターンを投影してその歪みを、形状に置き換えて、3次元計測をしています。でこちらの装置は、検査装置に対してコンベアで搬送するカスタムした装置になります。で計測時間は、1回の撮影で、約 0.3 秒で、検査まで入れると 0.5 秒で検査できますので、高速な検査をすることができます。この検査装置のほかに FA 装置の関連も、組み立て装置、搬送系の装置もやってますので、ぜひ日経機械のブースまで、お越しください。よろしくお願いします。